いざ。この程度か。いざ。ふっ、恐るるに足らず。盤石、天道盤勝。結構練習したな。ところで、おう、わ、そうじゃな。わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。あれ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。その感じ、わらわの狐お姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。調子に乗るな。うふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃ。別れを告げず、会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでも
あやつを正しい道に戻すのか、わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのは、わらわの計画を理解させるためじゃ。さあ、雑談はここまでじゃ。まだあったのかよ。難攻不落。あたしを甘く見ないで。瞬く間に健康よ、世の乱れを切り尽くせ。行こうよ。行こうよ。揺らぐことなし。あたしを甘く見ない。はっ、ふっ、ふっ、はっ。ここより弱滅の時。剣女盤石、天理チョーク。リオナの特製ドリンクにゃ。行け、我が剣よ、影に従え。ふっ、そりゃ。ふっ、無我の境地。なかなかいいで。じゃあオイラたちはこれでライデン将軍に勝っ。まあ全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ナンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。そういえばワッパよ、ナンジは抵抗軍をどう見る？うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。